皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。プロップでございます。信長の野望創造 with パワーアップキット、伊達政宗編10回目です。独眼竜政宗です。関ヶ原の戦いから11年が経ってしまいました。本城は13校、市城は27校、武将は91名、創造性は827、兵数は14万、金銭は12万、兵糧は29万、軍馬が28000、鉄砲は28000、で難易度は上級編でやっております。では続きをいきたいと思います。で、いつも通りまず外交の情報からお見せしたいと思うんですが、今まで上杉家と、基本的には仲良くやってきたんですが、今断絶しております。で今まさに戦をしております。で、徳川とは同盟を結んでいます。信用100で、味方の連合に加盟しているので戦うことはまあないだろうと。で佐竹家は 敵方の連合に加盟しております。里見家も同様です。ということで、あと浅野家ですねが、敵方の連合に加盟しております。で、メカクロさんから、毛利を味方につけて、石田を叩いてはどうだということが出てきたんですが、まあ、兵数を合わせていくとちょうどなんとかなるんじゃないかということでいただいたんですが、実は微妙なことが起こっていまして、それはどういうことかと言いますと、大体この辺ですね、南信濃でめっちゃ戦ってます家康が。要はガンガン部隊を入れていると。で一方、真田信之ですね、これはあの、雪村のお兄ちゃんの方ですね、多分この昔 の時代なので、雪があのこれの時代になってないですね、がいますということなので、これは案外浅野家を潰してしまうと結構優秀な人材が入ってくるんじゃないかなと今思ってるんですが、まあ、家康はあのひたすら石田を倒そうとここで戦っているので、しかし、南信濃は見た通りあの軍を大きく展開することができないので、まあ、イメージしたらいいのはふん詰まり状態みたいな状態ですね。で、まあ、相馬さんとか言ってるんですが、どうにもなりません。で、ここでちょっと攻略を命じようかなと、最上さんに。どこをと今思われた方は、そうです、浅野家です。で相馬さんの部隊にも最上さんを支援しながら、浅野家を潰しに行ってもらいます。でこの2部隊で浅野家を、まあそんなに兵数が多くないんで潰してほしいなと。で、浅野家11人いますんで、もし潰せた時には、おそらく雪村とか、正幸がいるので、もしかすると優秀な武将が仲間になってくれるかもしれないと。で一方、政宗は、時を稼ぎながらなんとか、上杉を平定していきたいなというのが今の目論みです。でメカクロさんがおっしゃってくれたその毛利を仲間に入れるタイミングなんですけど、これがなかなか難しくてですね、なぜっていうと、今徳川はこっちにも軍を、東にも派遣している状態なんですね。でまあ、簡単に言ってしまうと、1個取られちゃいましたっていうことです。ただ、完全に、徳川家康が西に、西とか東にも軍隊派遣できるようになってしまうと困るので、適当に、変な言い方ですが、石田と戦っててくれると、ありがたいなと。1位が兵数石田ですので39万ですね。で18万です。でまあ5位の毛利が、6万ですね。で政宗はというと今兵数は4位です。3位はどこなんだって気がしますね。3位は多分島津ですね。島津が、
そうです。ただ島津はここでちょっと遠いんで、確かに毛利を仲間に引き入れると、挟んで石田家と戦えるかなとは思います。要はまあタイミングだということですね。でなんとか、敵に属しているやつらをバッタバッタと倒していきたいなと思うんですが、なかなかに難しい状態が続いております。で、そうですね、今見てもらった通り、兵士がおりません。もうかなり戦ってしまったので、でここにまだ、本庁さんがいるのかこの人いるのは強いですからねっていうので、まあおまけにここに上杉直江兼続がいますしということなので、まあ一回立て直さないと多分まあこの城攻めでは無理でしょう。大方位 A なので、もうこの辺はもうこの辺に上杉景勝がいいのかな、この辺かな、いますねということなんで、潰せる後ろから潰したいんですが、まあ今の状態だと政宗が余率5600なので、まあここまで落として一旦兵を引いて回復させなければならないかなと思いながら今戦っております。では状況説明が終わったので、このターンをおしまいにしていきたいと思うんですが、その前に、前回から見られている方はもうお分かりだと思いますが、自動で物資に余裕がある限りじゃなくて、頼むから政宗に回してくれっていう感じですね。お金も兵糧もじゃあという自動じゃなくて、政宗に金も兵糧もよろしくと、でこれで、戦っていこうと。前田刑事が出てきましたね。なんで前田刑事がここにいるんだって気もするんですが、でそんなことしてくるんだったら南部さん出すかって気もするんですが、出しますか南部さん、そんな強くはないですが、竜騎兵が効いてるんで出るとするか、出てもらいましょう南部。そしてこれは上杉の城なんで、上杉の城を落としてもらいましょう。で、あ、こっちも上杉の城なのか。だったらまずこっちから行ってもらいましょうか。多分間違いなく政宗の方にこいつ前田さんは来ますからね。とりあえず落とせるとこから落としていくと。で兵士もいないですからそんなに、っていう感じですね。ではターンを進めていきたいと思います。やっぱり来ましたね前田刑事。出陣するぞ。で出陣されるんですが、まあこれだったら南部さんの方が勝つでしょう。で援軍で大久保隊が来てますけど、まあ大久保さんバックしましたね、まあ、シーラねってことですね。で来ましたね、来るよねみたいな感じですね。加勢いたす。どこ加勢した？あ、こっちですね。南部さん加勢してもらったんで、これで 100% 勝てるでしょう。で、はい、開戦です。進め！で、政宗が多分、そう、主力のあれなので、まあ、お任せください。横からかしこまりました。政宗も横から、横からまあ、俺がやったぜ。やぐらがあるのがちょっと気になります。これですね、かかれ。何回か回戦して回戦した結果分かったんですが、やぐらはダメージ受けます。で、終わりました。何
があるんだろう。突撃か。いや、前田刑事は武力強いですからね。もうちょっと様子見ましょう。決まりだ。あー、撃ってきた先に、あ、この人も動かせるんですね。そうですね。建物やってみましょう。フルキッチン、すべてを打ち砕く。で、この攻めを見切れない。で、村上さんはないので、まあ、お任せください。もう技はないのでひたすら打ちます。舞台から攻撃出てるんで、さすがにちょっと前田刑事もどうにもできないじゃないですか。押されて引き始めましたね。剣豪やるなって感じですが、ちょっと兵数が少ないですね。これで決まりだ。頑張るな。雨降ってますもんね。鉄砲が使えないですね、お互い。ですが、長い使いません。攻めただろ。我に続け。すげえ。引くぞ。って言った段階で。よっしゃー、オラーって感じでやりましたけど。追い詰めてくれるわ。でもう潰せるんじゃないかなと思うんですけど、直江隊が出てきましたね。この戦、我らの勝ちだ。で、まあ、直江隊が出てきたということは、相馬城は多分なんとかなる。で、こちらの前田刑事も帰りましたけど、兵士がいるので、まあ、金継ぐですね。彼が一番のライバルでしょう、ここは。貴様など俺の敵ではない。そしてあえてここに行きましょう。敵を追い詰めよ。どう出るかな。あれ、そう出た。ご命令ください。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。同盟続けます。そしてまあ、徳川とは戦いたくないっていうのがあるので、政宗に行きます。外交覚えさせていてよかったみたいな感じですが、と同時に直江兼続が出てきたってことは、この城がほぼ固
原城に近くなっているので、金継ぐと俺がやろうガチンコでちょっと戦ってみてもらえますか。承知いたしました。ただ3部隊で挟ん、まあ落とせるといいんですけど、なんか救援に向かってるみたいですね、この雰囲気だと。ここ5000ですしね、どれだけの武将が守ってるかわかんないですけど、ここに本庄さんもいますしね、なかなかに難しい城攻めが続きますが、一番気になるのは直江兼次。間違いなく戦闘力は上杉家1、愛の兜は伊達じゃねえって感じです。愛染名号なんですけど本当は。まあでもまあこちら側も兵を動かしていきますか。で、当然成美さんとかはちょっと今バックして戻ってるので兵を回復させるしかないですね。取引しますか。何なりとお申しつけよ。微妙ですね。とりあえずごめんちょっと売ろう。毎度大きに。でお金作っといて、拡張どこだ。はい、これ弊社行けそうですね。弊社行きましょう。なんか意外と寺池城。ちょっと待った、ここは兵糧どれぐらい、兵糧って僕だからどれ、あここだったら弊社行きましょう。あ間違えた、この人じゃない方がいい。一応早く拡張してくれた方が、敏腕だけですか。武勇かと一瞬思ったんですけど、そうじゃないんで。でまだ不審いけるのかなっていうか、家畜長はないので、そうなると、まあ金継ぐとの戦いかなとは思いますね。でこれ南から出てるのか、岩木隊1500、多分前田刑事に蹴散らされると思います。兵は少ないですけど、能力が違いすぎるみたいな、バカにするなよ歌舞伎者みたいな。よくよく考えたら、直江兼続とやり合って勝てるのは多分政宗しかいないんですが、兼続がバックしてきそうにない。弱ったな。そうきた、片倉がこっち側から回り込む。ああやられますね。こっち側から回り込まなきゃダメだな。承知いたしました。政宗たちは追っかけましょう。多分ここの城の救援に向かってますね。まずい。間違いないですね。やばいやばいやばい。兼次もさすがに4部隊相手には無理でしょう。おおいえ。
ご命令ください。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。行きますかっていうか、政宗が最後っていうのはちょっとまずいなと思いますね。がしょうがないでしょう。ここは本当は押しまくりたいとこなんですが、ここ開発誰やってんだろう、ちょっと気になりますね。あ、やっぱり彼がやってるのか。じゃあもう急ピッチで多分兵数は増えるでしょう。でなんとかこの愛の武将を挟んで倒さないといかんでしょう。そのまま協定を終了します。マイルといっても多分あれだと思うんですよ。稼いだす。で挟んだのでここで回線で進む。南部さんが多分隊長片倉さん、あ、彼ね。直江兼津が4000ってことはまあまっすぐ行って承知しました。承知いたしました。で彼らは承知いたしました。見せてやろう。これで終わりよ。こっちは
どんどん出し惜しみせずに行きます。かなり死にます。南部さんの部隊だいぶ死にました。多分落ちるんでしょうけど、気になってるのはここですね。2000、もう強行しましょう。うだうだやってる暇はねえ。力を合わせ戦い抜くのだ。で走りましょう。かしこまりました。直江さんがまた後ろに続け戻ってる気がするんですよね。直江やっぱり戻ってたか。辛いな。でこっちの伊達さんはまだも回復しきらないと。戦争は続くんですが、南部さんも片倉も政宗も行きましょう。まあ岩木さんは多分無理です。で、岩木さんのところで思ったんですが、この人外交敵視、上杉家に従属してるのに上杉家狙ってんの。おめえなんて野郎だ。街道じゃん。ああここで戦う気なんだ。設営したんで多分ここで防ごうとしてますね。表情を始めましょう。先月の収支です。報告いたします。まあ多分彼らと戦って、そうですね、米沢城を落としているのは彼らが回復しないと無理でしょうということなんで、こっちを先に行きますか。あ、南部さんやってなかった。お任せください。兵はいっぱいいて困ることはないな。問題は敵がどう動いてくるかですね。で意外とこの辺2000とかの城は多いんですが、正直言うて家臣がいない、いるのかな。統率志村さんでですからね。性が低いんですよね。うん、もうどんどん中性が低いやつが出てきてますから、ガンガンやる気ねえぜっていう。
ますか。これで行くしかないですね。とりあえずこれで南の城の方を落としながら、この金継ぎを倒しに行きましょう。あ、村上さんが来ましたね。本庄さんとぶち当たるか。剣の少ねえよ、家康。もうちょっと敵を追い詰めろ。お助けいたします。正宗は着くかな。着いた。まだ着いてない。来るかな。来た。回線。行くぞ。ちょっと見ながら続け。お任せください。わからないのがある。あ、そういうことか。こっちにみんないるのね。ないし知らないとダメじゃん。こっちにはいない。正宗はそんなに出ない方がいい。ストップ。正宗とぶつかる。承知いたしました。ちょっと移動しましょう。はっ。
ので、これで逃げたので、刑事に承知いたしました。照準を合わせて、お任せください。みんな反転して一気に、お任せください。弓矢で攻勢をかけます。受けてみろ。で、まあ、浅野家は引き返してって、回らなきゃいけないんで、多分時間かかるでしょ。受けてみろだよねっていう。まあでもまずい。男性に持ち込む気か。うわ、まずい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 。井口さん、前田刑事との男性はまずいっすよ。なんぼなんでもあんたじゃ無理やろ。采配が足りない。みんな続け。引き、まずい。みんな続け。このやろう、俺がやろう。まあ正宗狙ってます。会えるぞ。野口さんやられましたけど、やってくれる。はい、取り囲め。ここ一発、敵城門突破しました。その前に気になるのが、野口さんどないなったよ。ちょっと待って、江口さん舞台消滅したから、多分死んでなければ、確か彼はこの辺だったかな。やっぱそうだよ、もうボロボロですということで戻りましたね。佐竹がなんで来るんだよこの時にって感じだな。しかし佐竹が6800で出てきてるってことは、落とし時じゃないのみたいな感じもありますね。戦いまくりですね、これは。ご命令ください。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。で、問題は攻略をしていた、一つ気になっているのは、浅野家どうなったんだって。あ、まだ生きてるんだね。しぶとい。ああ、石田が全力で助けてるからか。だったらこっちはこっちでもう潰しまくっていこうぜって。問題は気になるのは、戦争がうまい人がいないっていうか、もう出せないですね。え？もう出てるの？本庄さん出てるの？また厄介なやつが出てきましたね。合わせて8500。ずーっと戦ってますがね、なんとかならんとねっていう感じですね。どこの大方言かなって感じですけど、僕はよくわからないことがたまに口走るので、すみません。で、困るのは、
結局こちらは家臣を入れて任命しても3000人ぐらいしかいないよということなんですよね。3000人ぐらいしかいないところに強い武将を置くことはちょっとできないんですけど、なんとかしたいんですが、なんともならない。お父さんも確か城主ですし。そうなんですよね、人材不足なんですよね。城主にしちゃってるんですよね。松前さんなんか裏切り満々ですしね。奉行としては頑張ってますが、この谷なんとかさん行きますか。あ、いいし、やっぱり松ヶ城の城主なんだ。それを見てしまうと、もう門脇さん、門脇さん、なんかもう忠誠心だけで選んだ気もしますが、しょうがないですね。で、門脇さんのとこまではもう門脇さんでいいのかな、あれ名前が。志村さんやたらなんか下がってますね。並べてるんで、さっき任命した門脇さんは戦争が弱いやつはいっぱいいるわ。さんはもともと政治上のスペシャリストだからな、どうにもならんしな。伊崎さんはやっぱ上司だしな。これは難しい戦いだな。五十郎、とにかく任命しろってことなんだろうけど、弱くていいから任命しろ。裏切るの覚悟で使っていけっていうことでもあるんでしょうね、もうこうなってきたら。ここはもう行きましょう。終了します。強行でドカンとやった。ひれ伏せ、これが独眼流の戦だ。危なかった。落としましょう。で、これはちょっとチャンスだと任せください。つまり、太田城の佐竹さん自身が率いてないんですね、この舞台を。お、それでも VU90 なんだ。やるね。じゃあガチンコの試合と引きますか。助太刀します。で、
どうなってんだこれ。南部さん正宗、ね、俺がやろう。てか南部さんバックオーラしちゃいくらいなの。ちょっとバックオーラさせますか。しました。ここじゃない、これじゃダメだな。白攻めにならない。正宗が早い、あ早い、これで普通ですね。すいません、引いてる引いてる引いてる、どういうこと。あーこっちの家康隊とぶつかってくれてるんですね。でそういうことか。7000、うわー、みんな続け。片倉さんとだったら一緒に戦わせましょう。逃げてますね。参るぞ。断絶。ああー、そういうことだったんだ志村さん。ご命令ください。先月の収支です。報告いたします。で、なんとか早く戦いを終わらせたいんですが、もう、2年も経っちゃったのかな。戦争しっぱなしの気がするんですが、未だ脱出の道見えず。ここで4000、ここで4800、2400。まだ戦争続けるしかないですね。ただこの真壁さんがバックしてるのが誘ってるのかなっていうのが分かんないですね。ここに設営してたので、ましょうか。チャンスと思ってたんですが、チャンスじゃないみたいですね。そうじゃないよみたいな感じで、へへへみたいな、なんか誘われてるみたいな。評定は終了します。いざ戦へ。助立ちいたす。貴様など俺の敵ではない。加勢いたします。真壁さんが引き上げていくので、まあ普通に井の平十郎とかいいんですか。うおー、どんどん死ぬ。表情を始めましょう。報告いたします。戦国時代ももう終わりってことなんだろうかな。先月の収支です。報告いたします。なんとか正宗の舞台に送ってくださいと。
浅野の部隊に送ってくださいと。で、とりあえず落としてはいっているんですが、いかんせん上杉の本庄に迫ってませんね。なんだかんだ言って直江兼続が4000に戻ってきてるし、こっちはなんだかんだ言って伊達政宗もう兵士が減ってきてるし、ひれ伏せ、これが独眼流の戦だ。逃げられると思ったか。で、悩むのは攻めるかですね。明らかに本庄さんが出てますから、500で攻めるなら今しかないんですが、走っても無理だということなんで、いっぺん全軍騎乗します。戻るぞ。騎乗する。ミスかもしれませんが全軍騎乗します。なんかすっごい速いな。こんな速くていいのか。ご命令ください。先月の終始です。報告いたします。菅川城どこなんだそれはみたいな感じ。あーここっすかみたいな感じですね。で、でなら、まあ弊社でしょう、当然。高山さん、いいんだよ、奉行なんかしなくて。嘘です、本当はしないといけないんですが、多分ここから出陣できるでしょう。できますね、できますね、できますね。とりあえず一旦政宗たちを戻しましょう。正確に言うと戻して、協定を終了します。はい。で、上杉も多分ほぼほぼ続きなさい。ほぼほぼ6500人に戻ってきたのか。とりあえず何でこんな強いやつが仲間になってくれないんだみたいな。まあやっぱね、部の上杉ですから解放しちゃいましょう。まあね、戦場で会おう。ご命令ください。先月の終始です。報告いたします。こちらから行きますか。ですね。勝負は直江兼続でしょう。直江兼続と本庄重長で良いんですかね。この二人ですね。とりあえず彼は騎乗してもらうんですが、まず
腕竜正宗、竜の戦見せてやろう。で正宗がどこを襲うかというと、ここはいないですね。で小十郎出陣します。で小十郎どこ行くんだお前はというと、実はで成美さん出陣するぞ。成美さんはどう行くんだというと、やっぱここで彼、我が戦お見せしましょう。でこっちでこの戦争をしながら、問題はこっちだよな。6110もいるのか。正直言ってそんな攻め込まれたらなんともならんっていう感じですが、一応開発をしていきましょう。で、ちょうどキリがいいのでここで今回の正宗編は終了したいと思います。失礼します。